はいどうも皆さんこんにちは。今回は久しぶりにクランの都週末合戦動画をお送りしていこうと思います。クラちゃんのケスケ実況のケスケです。ポーということでね、週末合戦キャピタルホール10の最強戦術といえば、まあ、スケルトンラッシュ編成なんですよ。で、今回もね、スケラー編成をね、お送りするわけなんですけども、おいおい、ケースくん、クソ野郎、なんでまたね、スケラー編成ね、動画にするんだって、疑問に思う人いると思うんですけども、あのね、結構もう散々動画にしているんですけど、まだね、ちょっとクラン内で、普及しきってないなっていうのが思ってて、結構まあ、クランの都、週末合戦6回攻めるのだるいなとかってね、思ってる人で、で、アチャ削りとか、あとは、足の遅いね、マウンテンゴーレム、時間かかるじゃないですか、とかで攻めてる人ね、まだまだクラン面で、いましたんで、本当にね、スケルトンラッシュ編成ね、もう早いし、もう高確率で2手全開できるんで、今回ね、ちょっとクラン内普及用の動画として、ね、今回ね、お送りしていこうと思います。なので、キャピタルホール10でスケルトンラッシュの呪文ね、使えるクラン所属の方で、クラン面がまだね、スケラー全然やられてない方はね、ぜひこちらの動画とか、あと概要欄に貼ってある動画ね、おすすめしてあげてください。はい。ということで、コフィンクラッカー動画、ほぼ毎日投稿しておりますので、まずチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、あとチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クランの都週末合戦リアルタイムアタックやっていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。ではね、リアルタイムアタックでね、2回連続でね、攻めていこうと思います。あ、ちなみに、スケルトンラッシュ使えない、クランの所属な方向けの動画はですね、概要欄に、貼っておきます。キャピタルホール7ぐらいで各地区ね、2手全開できるっていうのね、動画ね、過去に動画にしましたんで、そちらの方、ぜひぜひご覧ください。で、こちらね、スケルトンラッシュ編成の攻め方ね、過去にもね、何回か動画にしてるんで、概要欄に貼っておきますんで、ぜひね、もうほんと覚えて、もう、覚えるだけでも、高確率で2手全開できるようになりますんで、いきます。まずはですね、もう、1点目は、コジョババ、スパビズ、スケラでいいと思います。で、攻め方は今回ね、6時方向にね、ブラストボウがありますんで、なので、そこに対して、ちょっとね、1回ね、ホググライダーたちを出してってあげて、削りの方を行うんですけど、その前にスケートラッシュの呪文ね、打っててあげます。まあ、主に、ロケット砲とか、ブラストボウとか、強い施設に、1点目はね、落としてってあげてください。で、はい、こっからですね、ホググライダー出してってあげて、こっちの横打ちがちょっと邪魔だったんで、削っていきます。普通、ここ、普通にここにね、施設がなければ、普通にホググライダー積まなくていいです。で、あとは、もうこっから、はい、コジョババとスパビズを面で出していくだけ。で、一気に出さないでくださいね、コジョババとかは。こう、ちょーんちょーんちょーんって出していくイメージ。スパビズがやられないように、ちゃんと、コジョババとスケルトンらしく出てくるスケルトンで、ターゲットを取っていってあげるイメージ。で、スパビーズを守っていって進軍していくイメージ。もうそれだけです。はい、チョーンって出していきます。で、たまにね、コジョババね、変なとこに向かう時がありますんで、なんか変なとこに向かいそうだなーっていうね、感じだったらスパボを少し増やしていくっていう攻め方になります。はい、こんな感じでね、1点目で結構進軍してってくれますよね。進軍してって、くれて、はい、どんどんね、チェーンがね、ダメージ入っていきます。これで、1点目。はい、もう終了です。はい、もう1分ちょっとしか経ってません。1分ちょっとしか経ってません。そんな、スニークアーチャーとか、やっぱ削りでさ、結構時間かかんちゃうじゃないですか。時間いっぱい3分使ったりとか。あと、マウンテンゴーレム使ったりとかすると、めちゃくちゃ足遅くて3分いっぱい時間使ったりとかするじゃないですか。なんですけど、この編成はね、ほんと、1分半ぐらいで大体攻め終えます。で、2点目に関しては、広い配置なので、ホグスケラでいきます。広い配置に関してはホグスケラ。で、狭くて密集してる配置に関してはね、2点目はロケットバルーンスケラで攻めていきます。で、攻め方もね、はい、こんな感じで、どこに落とそうかな。3発目、まあ、適当に、まあ、防衛数が密集してるところに撃っていきます。で、からの、ホググライダーをね、こう、まとめ出してるクラメンがいたんですけど、ちょこちょこ出していきましょう。ちょこちょこ出していって、スタンをね、大事にしていきます。で、防衛数を削っていくイメージ。で、やっていくと、ちょこちょこホググライダーが死んでって、スケルトンラッシュをね、スケルトンをね、生成していって、勝手にね、広い配置だとね、防衛数たち壊していってくれてます。はい。ちゃんと様子見ていきながら、今回ホググライダーなんで、陸に対して攻撃できる施設たちに当てていきます。はい、こんな感じで、ブラストボーとかの方も、はい、勝手に陸スケルトンたち壊していってくれますよね。
で、広い配置なんで、リックスケルトね、足早いんですよ。で、これね、ロケットバルーンだと、あれです。広い配置なんで、最初にね、ロケットバルーンのダッシュ効果の時間がね、切れた後って、ロケットバルーンのろのろのろ動いて、対空砲にね、移動してる間に、どんどん撃たれちゃって、やられちゃうんですよ。なので、広い配置にはね、基本的にはホグライダーがおすすめです。で、かつ、ホグライダーのスキャラだと、スキャラから出てくるね、リックスケルトも足が速いんで、回収してってくれるので、はい、こんな感じで、はい、1分ちょっとでね、回収が早いですよ。こんな感じで、すぐ終わりますんで。ぜひやってみてください。はい、じゃあ次の区画、バルーナ軍やっていきましょうか。これもね、スパジャイの、コジョババ、スパビズか。スパジャイね、スパジャイコジョババスパビズスケラ、スパビズスケラでやっていきましょう。で、配置によってちょっとね、微調整していきます。今回ね、壁の区切りがそんな多くないんで、コジョババを少し減らして、スーパーババワニアン、増やしていきました。これ、コジョババにしちゃうと、ほんとターゲット取りたい防衛室ね、スルーしちゃって、公園のスパビズが、ね、やられてしまうっていうことがね、結構あります。壁が少ないと。なので、そういった場合はね、コジョババを少しね、2、3体ぐらい減らして、スーパーババを増やしていくっていう感じです。でか、コジョババが向かう壁が少なくなってきたら、スーパーババをね、足してってあげて、スーパービズを守っていくっていう、イメージですね。はい、こんな感じで二手に分かれていきましたんで、じゃあ、サイドにチラチラと出してって広げていきましょうか。でも、一手目はもうほんと、こう、全体でこう押し上げて、こう、二手目につながるような、二手目に出せるユニットの口をね、広げていくイメージです。はい、これでもう、結構、はい、進行してますよね。右側とかもだいぶ進行してますね。ちょっと、スパビズ、ちょっとターゲット取れてなくて、ちょっとやられちゃったりとかしてもったいない。ちょっとここのスパビズ、もったいなかったりするんですけど、はい、こんな風に入り口を広げてってあげて、パーセンテージ自体はね、まあ、40% 乗り切らないか。乗り切らないですけど、まあ、2手目に繋がるんで、もう出せる、ユニット出せる口をね、広げていくだけの作業です。さあ、これで、これ3回目のアタックね、終了しましたね。バルーンラグに対しての1手目の攻め。で、これで、これも広い配置なんで、ホグでいいです。はい、密集してる配置じゃないんでね、もう作り直していきます。2手目は基本そんなね、編成そんないじくんないですね。1手目は配置をちょっと見て、壁の区切りが少なかったら、スーパーバーバリアンを増やしていくイメージです。で、2手目は、はい、ここにスケルトンラッシュの呪文を落としていってあげつつ、もう一発どこに打とうか、これ。どこに打とうか、まあ、適当に打ってもいいかな。あ、でもまあ、クラッシャーに潰されちゃうんで、リックスケルトン。クラッシャーじゃないところにスケルトンラッシュね、打っていってあげましょう。で、はい、ここからね、ホグ一体ずつね、出してってあげて、で、スケルトンラッシュね、やっぱり、スケルトンがチラチラね、出てきてターゲット取ってくれてるのが、やっぱ強いので、ちょこっとずつね、ユニットが一気にまとめてやられないように出していきます。そう、ホグね、ほんと、まとめて出してる方いらっしゃるんですけど、ほんと、チラチラ出してって広い配置だったらね、スタン、させていくと、もうほんと効率よく、壊していきます。あ、ちょっと、クラッシャーがリックスケルトン巻き込んじゃったしてもったいなかったですけど、はい、こっちのロケット砲はもう勝手に壊してくれてますね、スケルトンが。こんな感じでやっていきます。あ、そうですね、広い配置って防衛室がやっぱ密集してないんで火力がね、薄いんですよ。なので、ホグ一体ずつのスタンだけで結構ね、壊しきったりとかすることができます。密集してる配置とかだったらね、やっぱりロケットバルーンの方がおすすめです。はい、こんな感じでね、余裕で全開。まだもうホグも全然余ってますもん。全然余ってるんで、はい。これも、あ、まだ1分半経ってない。1分半経ってないです。はい。すぐ終わります。インスタントです。ファストフードです。ファストフード編成です。もうすぐ食べて、もうすぐ、こう撤退できるんで。もうカップラーメン1個作るぐらいの時間で、もうね、2手攻め終えることできますんで。ぜひやってみてください。隙間時間にちょこっとやるだけで、ほんと、全然ね、すぐ終わりますから。うん。はい。これで全開できたね。じゃあ最後、ここ攻めていきましょうか。大工の作業場。あー、なるほど。壁の区切りがちょっと奥なんで、そんなに小嬢ババ積まなくていいですね。ちょっとスパババはちょっと少し気持ち増やすぐらいな感じでいいかな。うん。そうですね。もうほんと1点目はちょっと壁の数見て、少し微調整するぐらいな感じです。大体見やすね。スパビズ8体、スパジャイ4体。で、まあ、
まあ、壁の数によって、工場ババ16から22体。で、スパーババは6体から、まあ、多くて10体とか、なんかそんな感じですかね。それぐらいを目安に組んでいきましょう。まあ、ここら辺の数も、もうざっとでいいです。ざっと組んでいきます。はい、ざっと組んでいきます。で、呪文はもう、スケラと、だけでいいです。なので、これね、まあ、2手前回取れるね、確率が高くなります。まあ、別に3手かかってもそんないいと思います。施設レベルが上がってきたら、結構ね、自分もね、2手目90何パーで終わって3手かかっちゃう時とかね、たまにありますんで。まあ、施設レベルが高かったりとか、あと配置がね、ちゃんと組まれてたりしてるところとかだったら、まあ、3手ね、かかってもまあ、しゃーなしかなという感じですね。まあ、ただ、ね、これ通して見ててわかると思うんですけど、はい、ちょっとまあやばいんでターゲット取られそうなんで、スパパ出していくんですけど、早いんですよね、本当に。本当1分半とかで終わりますんで、だいたい、まあ、6手9分とか、9分が10分で終わりますんで、ね、これ知らなかったら、アチャ削りとか、マウンテンゴーレムでずっと攻めて、3分間フルで、いつも攻めてるとかっていう人でも、まあ、だいたい編成組む時間とか、配置見る時間とか考えたら、まあ、20分ぐらいかかるんですけど、それが半分で済みますからね。はい、ちょっと喋りながらなんで、ちょっと雑で、結構スパベズ無駄死にして、あ、ちょっとスパボも無駄死にしたんですけど、はい、結構ちょっと、喋りながらなんで、ちょっと攻めは雑なんですけど、雑な攻めでも、高い確率で2手でね、全開できますんで。で、次、スケラは、ここのね、使用施設たちに打っていって、こっから辺からね、タレフンあたりからね、ホグたちをね、始めていくっていう、プランニングになりますかね。こう、なんだ、ちゃんと配置作ってないところだって、まだライトニングここに打っていくんだけど、結構、奥のブラスト棒とかもう単独浮いてるじゃないですか、ぼっちじゃないですか。そこそこはもうスケラだけで、折ることできますからね。なので、これもね、ホグでいいですね。ホグスケラでいいです。はい。ホグスケラ。今回ね、ちょっとロケットバルーンも見せようかなって思ったんですけど、ちょっとすいません。攻めてる区画、地区全部、ホグ向きでした。はい。こう、ポンポンポンって、打っていってあげて、で、あとはね、ホグたちをね、ふわーつって当てていきます。もうほんと1体ずつ広い配置なんで、いいです。はい。1体ずつで。で、スケートの天敵であるスパウィズとかに対しても、ホグ当てていって、スタンさせていって、削っていってあげると。で、奥の銃砲とかブラスト棒は、もうスケルトンたちにてんやわんやしてますよね。はい、ターゲット、いろんなとこに首振ってるんで、ヒールいらないですよね。ほんと、ヒールいらない。はい、これでどんどんね、削りの方を行っていきます。あ、でもちょっと待って、ホグの数足んねえかもしれない。ちょっと待って、これ、ナメプした。ちょっと待って、一旦ステイします。一旦様子見ます。ちょっとホグの数足んねえかもしれない、これ。ワンチャン。あ、どうだ、これ。ちょっとまとめて出した方が、いや、別にまとめて出す必要ないんだもんな、でも。どうだ、ちょっと、スケルトンたちがちょっと集まってきそうだったな、ぐらいな感じでホグ足していきますか。足していけば、あとはあそこの銃砲壊してしまえば、もう、数で物量で押し上げていきます。単体攻撃術はね、ホグスキャラの天敵じゃないんで。ほんと、ブラスト棒とかロケット砲とか銃砲のね、範囲攻撃施設がね、天敵になりますんで、はい、こんな風にね、全開取ること、もう余裕で全開、これちょっと最後はちょっとギリギリになっちゃいました。たまにこういうので、2手全開できなかったりする時があるんですけど、まあ大体ね、2手全開できてすぐ終わりますんで、ぜひやってみてください。はい。ということで、今回はですね、クランの都ですね、週末合戦ね、6回ね、すぐ攻め終えるね、キャピタルホール10の方向けの、動画ね、お送りしていきました。本当にね、クラン内でね、みんなにやってほしいなって思いまして、思っているんで、今回ね、改めて動画にいたしました。まあ、都の山頂とドラゴンの崖は、また違った編成になりますので、それに関してもね、過去の動画、クランの都の動画ね、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからね、ご覧ください。はい。ということで、この日から動画ね、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。